新型コロナウイルスですごい不安な時が今こうやって迫ってきてます。でそんな中でですね、私は小さい頃から山本寛斎さんっていう人と一緒にお仕事してきたんです。でこの山本寛斎さんって人は世界の本当世界的なデザイナーさんなんです。ファッションで世界を変えたい、そういう気持ちでいろいろやってきたんだけど、彼が活動してたイベントがあります。それがこの日本元気プロジェクトっていうんですけど、日本人の文化、魂、エネルギーを日本全国でもっと世界に伝えたい、そういうイベントをしてきたの。でそんなこの日本元気プロジェクトとタッグを組んで今回はここ熊本に来ました。まず、高校生 の代表のお二方、紹介したいと思います。はい、吉勇館高校和太鼓部部長松本凛香、拍手。続いて鎮西高校ダンス部部長湯野成美、ね、この新型コロナウイルスでみんな多分あの子供たちもそうだと思うんだけど、学校行けなかったり、で部活ができなかったり、で実際このダンス部、和太鼓部もそうなんですけど大会がなくなったり、そんな中で今日のために本当必死で必死に必死に練習してくれました。そんな方々のその力強い、コメントをいただきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。まずは吉勇館高校和太鼓部部長松本凛香。たった一夜にして人々に恐怖を煽り、美しいふるさとを奪った熊本地震からもうすぐ5年が経ちます。そして私たちは現在世界的規模で猛威を振るう感染症の流行の最中を生きています。私たち吉勇館高校和太鼓部も郊外での演奏の機会はあたりとなくなり、出場するはずだった全国大会も中止に終わりました。たくさん悔やみましたが、それでもなお私たちは前進することを諦めませんでした。どんなことがあっても仲間の支え合い感謝し合いながらひたすら練習に打ち込んできました。今日は演者である私たちが楽しむと同時に、大好きなふるさと熊本に元気と笑顔をお届けします。これから会場にいる皆さんで作り上げるステージが皆さんの明日を生きる力になりますように。吉勇館高校和太鼓部長松本凛香。ありがとうございます。本当に和太鼓素晴らしいです。皆さん楽しみにしててください。続いて鎮西高校ダンス部部長湯野成美。皆さんこんにちは、鎮西高校ダンス部です。本日はこのようなパフォーマンスを披露できる場を作ってくださりありがとうございます。私たちもこのような状況の中で部員みんなで集まって練習することが厳しいこともあり、なかなか練習が進まず苦しい時期もありましたが、このように少しずつイベントに出させてもらえる機会が増え、とても嬉しく思います。今日は私たちのパワーあふれるダンスで会場にいる皆さん、見てくださる皆さんを笑顔と元気にしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日のダンスの声とってもエネルギッシュなんです。皆さん楽しみにしててください。今回実際私たちはその熊本を元気にしたい、そういう気持ちで来た
このエネルギーを日本に伝えて、私たちはすごい元気なんだよ。すごいエネルギッシュに生きられるんだよ。見てよ。だから日本変えてやろうぜという気持ちで、みんなと一緒に一体になりたい。そのために今回声が出せないので、皆様はお手元にこの配線があると思うんですけど、ちょっと持ってみて。お願い。ある？ある？行けば？みんな行けば？配線ある？この配線。あ、どうもこんにちは。あ、どうもこんにちは。配線で、これを自分の心の声にしてもらいたい。で、オープニングのラストの曲っていうのが337拍子でできてるんです。その337拍子に合わせて、みんなのこの配線を通じての声がすごく必要なの。これで一体になれるから、ぜひみんな協力してくれますか。練習したいと思うので、練習をさせてください。